じゃあちょっとひまちゃん、はい、なんだろう、おすすめスポットとかあったりする？まあいいや、この話題デッキの中でなんかある？じゃあ私との思い出とか。あね、でもミトちゃんの好きなシチュエーションが一つあって、うん、なんか遊んでた時だったか何の時か忘れたけど、ホテルに一緒にいた時があって、あったね、2人で、うん、でその時に、うん、私が何洗面台で下着姿、ね、あブラジャー1枚だった時にチャックが閉まんなくてなんかほつれててね、そう、いや私それをしながらミトちゃんのとこに、うん、ミトちゃんこれチャック上がんないよって言ったら、ミトちゃんがなって瞳孔を開いて、本当に瞳孔を開きながらなとか言うんだと思って、アニメだって思って私だってあれ今でも絵描けるぐらい覚えてるもん。この後なんかの時のパジャマのまま写真撮っていいとか言って、いやなんかねそのいやマジで衝撃的で、だから予想だにしなかった光景が飛び込んできたから、そんなマジでね今でもね覚えてるよ、あの法廷画みたいに描ける記憶で絵が、そう、うん、な多分閉めてくれたからね、チャックブラの柄覚えてる気がするもんね私、マジで、うん、え今が覚えてないのにそう、マジか、ちょっと衝撃的すぎて、あれはマジでチャック閉まんないかった感じが、いやチャック閉まんなかった感じがっていうか、うん、ちょっとうん、まあ、全部出てはいないとはいえ、おっぱいがそこにあってひまさんのはい、ちょっと、いや、ちょっと、ま、いやちょっと取り乱しちゃうな今その話出すと思わなかったその話いやこれはいつかやっぱ誕生日だから、やばこれもうこの時しかないなと思って、ちょっと私がちょっと正気を失う前に、もうひまさんは早く点点点びっくりはてなを言って落ちてもらわないといけない、じゃあはいお願いします。じゃあ本当におめでとうございました。はい、ちょ本暇のはマジでびっくりして、本暇ってそんな別にさ普段さ露出度そんな高いみたいなキャラでもないしさ、ねえこれがなんかさ別の人だったらまだわかる人もいるんだけど、本暇でしょ、それはやばいって。